地方には地方で強い塾とか呼び込んで勢力やっぱ分かんない。名古屋九州ですね。次は広島の一番有名な塾ってあります。未だにバチバチに喧嘩してます。ここもバチバチやった。バチバチですね。いやここは結構なんかバチバチ喧嘩してるって。ということで始まりましたポテチチャンネル。さあ今回はですね皆さんにおいでいただきました。はい、サブチャンネルの方では、うん、駿台が潰れるんだみたいなね、大手予備校の話をしたんですけど、うん、はい、まあ、やっぱ全国区といえば大手だと思うんですけど、うんうん、でも地方には地方で強い塾とか予備校ってあるじゃないですか。ありますね。やっぱその辺の人たちだったらもう当たり前みんな知ってる、うん、でも他の地域の人は全然知らないっていうのをちょっとどういう風になってるか勢力図聞きたいなと思って。なるほど。例えば僕留学した時に、まあ、僕はまあ当時ヨゼミ通ってて、まあ、みんな当然知ってるみたいな、うん、で名古屋の人がいてその人は河合塾通ってた、うんうん、当たり前。九州の人がいて北呼びってたって、うんうん、で2人は、はあ、どこってなる。うん、なるほどなるほど。でも九州の人からすれば、うん、北呼びですけどってなるわけですよ。北呼びって言うか沖縄にもありますからね。おそうなんですね。そうあります。なんか北で略されてるとねめっちゃ南の予備校じゃんって思うんだけど確かに、はい、北九州だけですからねという感じでやっぱ勢力やっぱ分かんないものなんで、おなるほど、ちょっと教えてもらおうかなと思って。あ塾わかりました。塾マニアわかりました。じゃあまず一番こう勢力が変わってきている地域、はい、もう変わってしまったと言っても過言ではない地域から説明していくと、はい、大阪。大阪、はい、大阪って上から順番に第一学区、第二学区、第三学区みたいな感じで、はいはい、学区で区切られていたんです、うんうん、昔は。でそれぞれ第一学区はどっかの塾、はいはい、第二学区はどこどこの塾、はい、第三学区はどこどこの塾みたいな風に、はいはいはい、なんか塾によって住み分けがその学区によってできていて、みんな持ちつ持たれつの関係でやってた、はいはいはい、っていうのが大阪の、まあ、公立高校の受験事情だったんですよ、はいはいはい、ずーっと長らく、うん、これを一気に全部ぶっ壊したのが真淵です。真淵、ね、は大阪のトップ10の公立高校の合格者実績を全部総ざめしてきたので、はい、難関高校を全部もう持ってっちゃって、うん、学区の制度を壊しちゃったと。なるほどっていうのがありますね。そうですね。だからこれを聞いても関東とかの人は知らない人が多いわけですね。そうだと思います。名前聞いたことないっていう人が多い、はい、そうだと思いますね。さらに真淵は大阪にとどまらず京都にも進出して、はい、京都でずっと合格実績が高かったのが正規コミュニティグループっていうところやってて、正規学園ってところと、あと京進っていう塾があるんですけど、ここがまあ堀川高校と西京高校、嵯峨野高校っていう、まあ京都公立御三家っていうのというところの、まあ1位2位争いをずっとしてたんですけども、真淵がやってきて3年で全部潰されちゃったっていう。真淵が全部総ざらいしちゃって、もう2倍ぐらい差つけちゃって、すごい。もう京都も散らかし放題みたいな感じにしていってしまいました。で、今、兵庫と滋賀と名古屋に乗り込んでます。真淵。なるほど。へぇー。やばいですよ。真淵の脅威がどんどん大阪から西に東に緩むことなくこう来てるんで、うん、まあ相当やばいのかな。なるほど。さらには浜学園とか、あ、そう、いわゆる中学受験のやつも違いますもんね。関東の人知らないですからね。知らないですね、知らないですね。で、その兵庫の浜学園は、はい、まあ中学受験がメインなんですよね。はい、浜学園っていうのは、奈良中学校のナンバーワンっていうのが売りなんですけど、はい、今実はその中学受験のところにおいても、真淵が後ろから攻め寄ってきてて、確か去年だと、浜が、奈良が100人ぐらいだったんですけど、はい、真淵がもう一気に65ぐらいの来てて、もう足元まで来てるんですよ。もしかしたら、あと何年かで、ね、変わっちゃう可能性っていうのはあるのかな。関西はそんな感じになってるんですね。そうです。大学受験も、大学受験は結構予備校に通ってる子が多いかなと思います。なるほど。普通の河合塾とか、うん、まあ駿台とか、はい、そうですね、その辺に通ってる子が多いかなと思います。なるほど。じゃあ次は名古屋の公立高校で、はい、ナンバーワンと言われてるのが、はい、まあ昔から言われてるのは旭ヶ丘高校そうですね。私服登校 OK の すごく謎な学校なんですけど、でそこをずっと長く守ってたのがサナル。ああサナル呼ぶ、うん、はいはい、有名ですね。そうサナルだったんですけど、河合塾の名古屋校千種校の中学グリーンコースが急に力を入れ始めてきてて、今で力を入れ始めたなーと思ってたら、生徒がどうやらそっちに流れちゃったっぽくて、ほいほいほい、なんと2年前か3年前に
サナルは旭ヶ丘高校の合格者1位を、はい、河合塾の中学グリーンコースに取られてます。そうなんですね。そうなんです。だから実は河合塾って高校生と浪人生のイメージあると思うんですけど、はい、そこのパイが少なくなってきてるから、なるほど中学生も取りに行くぞっていう姿勢で、まず本拠地の名古屋から多分そういう施策をやってるんじゃないのかなって僕は思ってるんですよね、うん、そうですね。河合塾といえば東海が圧倒的ですから。そうそうです、うん、僕も名古屋校出身なんで分かりますけど、もう圧倒的に浪人のコースであるとか、うん、高校グリーンコースに力入れてるっていうのは当時は思ったんですけど、うん、今は中学グリーンコースにめっちゃ力入れてて、うん、2,3 年前に旭ヶ丘1位取っちゃったんで、あの辺の名古屋市の中心部のとこはもしかしたらサナルは結構蹴散らされるかもしれないですね。じゃあ東海のでもここは塾あるんですか、強いとこって。他だとそんなにないんですよ。ないんですね。そんなにない。ちょっと周英とか、周英予備校ね、とか、さっき言った大阪の塾とかが一部出てきてるところもあるけれども、ほぼサナル一強状態だったかなって感じですね。サナルもね、はい、いろいろ力入れてますしね。はい。まあ総先生いたりとかね。そう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 ね。あれじゃね。そう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 。なんか周英は静岡。あのね、強いイメージですよね。 そこの話に一応つなげられるんですけど、はい、サナルとシュウエって発祥はもともと同じ静岡なんですよ。はいはいはい。サナルって愛知県のなんとなくイメージありますけど、はいはい、発祥は静岡なんですよね。でここは未だにバチバチに喧嘩してます。ああそうなんですか。会社同士が、はいはいはい、まあ、これ記事に出てるんで全然言いますけど、シュウエのこの保護者説明会みたいなところで、シュウエの取締役の人が、うん、サナルはあの〇〇と関わりがあるって言っちゃって、それがサナル側に漏れて、ふざけんなってなって、はい、裁判になって、はい、結局和解したんですけど、はい、認めて周英側がごめんなさいって言って、はい、お金を払って和解したんですけど、はい、もうバッチバチにその時のあれで名残でやってて、これ検索すれば出てくるんで、はい、全然言っていいことだと思うんですけど、はい、っていう、まあ、遺恨が残ってる地域なんですよね。で周英はなんとか静岡で頑張ってて、 でもサナルは周英を継ぐために静岡にもこうちゃんと出ててバトルしてる。でも愛知県の牙城は なんとか崩さないようにしてるというような感じなんです。まあ周英はね、このスタサプの先生たちいっぱいいましたからね。今いましたね。関先生を中心としていましたから。へえ、そんな風になってるんですね。そういう爆弾発言したことがあって、はい、一回大揉めしたことがあった。次はじゃあちょっと飛んでなんですけど、はい、広島の一番有名な塾ってあります？広島ですか？広島発祥、広島で大きな勢力。お好み焼き。何の話してるんですか？何の話をしてるんですか一体。どこですか？欧州塾っていう。あ、欧州、はいはい。はい、欧州塾ですね。と、福岡に栄新館ってのあるんですよ。うん、ああ、はいはいはい。ここも。バチバチやってます。新幹ね、東進衛生予備校もある。そう、大学受験そうですね、はい。ここバチバチにやりすぎてて、ちょっと。はいはいはい。まあ、仕掛けたのどっちかとかっていうのは結構難しいんですけど、はい、欧州塾って広島駅出て南口のところに、はい、結構こう立派なビルが建ってて、はいはい、ガラス張りで、はい、立派なビル建ってるんですよ。はい、で、横に河合塾の広島校があるんですけど、河合塾広島校の建物よりも綺麗で大きい。おー、なるほど。へぇ。で、その横には武田塾の広島校があるんですけど、はいはいはい、そこもでも欧州ね、ああなるほど、運営してますよね、運営してますよね、うんうん、でっていう、まあ、こう結構大きなバーンダーンって構えてるんですよ、うん、でこの川挟んだ反対に理城学院ってのがあるんですけど、そこを買収しちゃったんですよ、はいはいはい、栄新館が、うん、欧州の本拠地の近くで栄新館が違う全然関係ない広島の塾を買収したら、うん、あの喧嘩吹っかけてるように見えますよね。なるほど。で喧嘩してんじゃねえかと、うん、噂があったんですけど、ついこの間欧州塾のでかいビルの道路挟んだ一本反対側に田中学習会っていう、はいはいはい、ここも東進衛生予備校やってる、やってます、はいはい、あって、ここもビルが結構特徴的でこの青色で10階建てぐらいのビルなんですけど、うん、そこも数ヶ月前に栄新館が買収しました。へえ、そうなんだ。へえ、やばいです。だから栄新館が欧州の本拠地をこうやってこう周り固めて買収しにかかってるんですよ。ほう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 、すげえ。で欧州塾はもちろんですけど、それに対抗するために欧州塾の名前のまま福岡に進出してきてるんですよ。へえ、すごい。だからやられたからやり返すっていう構図ができちゃってて。あそこは地理的には遠いんですけど、めちゃめちゃバチバチやってて、すごい、まあ、喧嘩してるみたいな状態にどう見ても見えるっていう。なるほど。
ってことは九州ですね、次は。九州ですね、結構レーシン感が強いんですよ。そうですね。あとね、あと地元に根付いた塾みたいなのがちょこちょこあるんで、うん、まあそんなにないかなって感じなんですけど、うん、まあ鹿児島に一応スバルっていう塾が、大きな塾があるんですけど、うん、別にそこがレーシン感と結構バチバチにやってるっていう噂は聞かないですね。まあまあまあ、レーシン感はもう九州でも、東進衛星部校の中でも圧倒的な強さを、やっぱり衛進感持ってますからね。なるほど、そういう風になってたわけなんですね。で、大学受験だったら北予備がどんどん、ね、北予備が、そうですね、北九州市と博多の駅前にあったりとかして、はい、今でも昔ながらの予備校を味わえるのは北予備だけだって言われてるんで、今日うん、そうかもしれないですね。あ、一応北予備って東京にもありますよね。そうなんだ、へえ、全然知らない。東京校って1校だけあるんです。北予備の、ね、先生たちが、まあ、北予備に行って、うん、で福岡で羽伸ばして遊びまくるっていう先生たちがいっぱいいたとかいなかったとか、なかったとか、なるほど。そのことはよくわかりません、私は。まあまあ言えない話がいっぱいあるわ、ここからは。ここから言えない話が山ほどある。はい。意外とね、関東はおとなしいんですよ。あ、そうなんですね。意外と関東おとなしくて、はい、別に早稲田とか、えなとか、栄光が、裏でバチバチに喧嘩してるって話も全然聞かないし、なるほど。全然聞かないです。まあ関東だと、季節と臨海。あ、ステップと臨海バチバチですね。が、まあ、30年ぐらい前からバチバチにやってるみたいな、はい、まあでも事の発端は臨海が悪いみたいな話らしいんですけど、はいはいはい、ステップの合格実績をなんかがなんか水増しされてるみたいな、はいはいはい、言って、それでステップが起こっちゃって、はいはいはい、で謝罪文掲載してみたいな、臨海側がですよ、はいはい、してみたいな、一応それはそれで終わったんですけど、はい、みたいな、まあ、そこからまあまた遺恨が残って、はい、やってますね。いろいろ話題にもなりましたし、うん、そうなりましたし、はい、関東は意外と静かですよ、はい、まあ、北関東とかになると早稲田ゼミとかね、また、あ、まあそうですね、ありますね、出てきたりとか、あと、まあ、まあ北関東は予備校もいろいろありますからね、寸裕、ね、とかもあるし、うん、ありますね。あと1個、最後にもうバチバチやってるっていうので有名だとするんだったら、北海道とか仙台とか、あ、まあ拠点にしてる進学会グループ、はい、あの北大学力増進会やってるとこですね、はいはい、の進学会グループと連生会、はいはいはい、ここは結構なんかバチバチ喧嘩してるっていうのは聞きます。ただあからさまになんか何かを買収してとか、うんうん、いうのはあんま見えなくて、業界の噂です。なるほど、うん、進学会と連生会が仲悪いみたいな、同じ札幌市を拠点にして、うんうんうん、本社に置いてやってるので、なるほど、札幌市内でも当然バチバチになっちゃうし、うんうん、北海道でそのパイが限られてるんで、はいはい、塾出すところ、そこ連生会があれば当然進学会の塾もあるわけなんで、うんうん、まあ、そこでどうしてもバチバチになっちゃう、なるほど、っていうのは、まあ、まあ、ます。あそこは河合と寸大も言えない、はい言えないっす、言えない、はい。仙台の方はどうなってるんですか。あ、仙台もそうですね、連生会の進学会、あ、同じ、そうですね、はい、へー、という形でどうでしたか、皆さん、この話聞いて、うちの地元が出てねえよって多分ね言ってるかもしれないですけど、そんなにね、あの全部を取り上げることはできないですからね。そうそうそう、なんで、まあこういうので、まあ平野さんのチャンネルではね、いろいろ実際に塾行ってやってますもんね。あ、そうです、実際塾行って突撃して突撃してますんで、はい、どうなってんじゃこれみたいな、そうです、言ってると思います、言ってないか、はい、そういう地元のね塾行ったりとかしてますので、はい、そちらを見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ここから平野さんにおいでいただきました、ありがとうございました。